はじめまして、京香です。はじめまして、英子です。早速本題に入るわよ。今回は、完皮紙を紹介するわ。何それ?人間不信を良しとし、その上でどうやって国を治めるか書いた書物よ。人間不信?そんな仏頂面で人間不信を良しとするなんて、京香ちゃんがそういう人だって思われちゃうよ。何を言ってるの?私は人を信じていないわ。私は何も信じないわ。そう、ひいきのチームのエースピッチャー以外は。はあ?すいません、冗談です。もう、じゃあ早速その、カンピ氏とやらの説明をしてよ。その前に、カンピ氏を書いたカンピという人物の紹介からするわ。なんで?例えばあなたが、どんな男も落とす方法、年収1000万も任せておけ。っていう本を書いても説得力ないでしょ。あれ?私にすられてる?つまり書物を紹介するときは、その作者がどんな人物なのか紹介することも大事だと私は考えたの。まあ、確かにそうかな。というわけで人間不信を良しとし、また、残酷とも言われた書、カンピ氏。そんな書物を書いた、カンピという人物の一生を追っていくわ。今回紹介するカンピは、中国の戦国時代末期の人物よ。戦国時代?紀元前5世紀から紀元前221年までの間を、戦国時代、というの。そして戦国時代という名前だけあって、多くの国がしのぎを削り合っていたわ。その国の中で特別に強かった国が7国あって、それを、戦国七雄、と言ったの。その7国って?秦、天、清、楚、張、魏、韓の7国よ。でも紀元前3世紀中頃には戦国七雄の中でも秦の一強状態となっており、他6国は秦によって次々と領土を削り取られてしまったの。秦はそんなに強かったの?で、この地図に国境を書き足してみるわね。うわ、半分は秦の領土なんだね。今回紹介する漢妃はそんな時代の人物よ。ちなみにカンピはどこの国の出身なの?カンピは戦国七雄の中でも最弱の漢という国の出身なの。しかも漢の皇子、つまり王子様だったのよ。漢。ちっちゃい。でも弱い国って言っても、王子様ってことはお偉いさんだったんだね。でもカンピは皇子といっても、将来王様になれるような身分ではなかったの。しかも言葉がうまく話せない吃音症だったのよ。だからカンピは皇子という身分でありながら、カンでの扱いはあまり良くなかったわ。へえ。そういうわけからかカンピは普通の貴族生活を行うことをせずに、巡視という人物に指示し、そして学問に打ち込むことにしたの。巡視っていうのは、性悪説を唱えた人だよね。そうよ。そしてカンピは巡視の下でしばらく勉学に励んだ後、巡視の下を離れて、法術を勉強したわ。法術?で、法術がどのようなものなのかは今度説明するのだけど、この法術がカンピの思想のもととなるわ。こうしてカンピは吃音症というハンデをバネにして猛烈に勉学に励んでいったの。王子様なのに苦労人だったんだね。さて、先ほども言った通り、カンピが生きた時代は戦国時代末期という大乱世の真っ只中。しかもカンピの故郷の漢は秦によって今にも滅ぼされそうなほど弱小国家となり下がっていたわ。カンピは秦の圧迫を受けて日ごとに衰えていく漢を見て、今こそ自分が学んだことを使ってもらおうと、いろいろと漢の王様に書を献上したわ。カンピは吃音症だったから書を献上するという方法で提言したのだと思うわ。でも王様はそんなカンピを侮り、カンピの意見を取り上げようとはしなかったわ。せっかく頑張って勉強したのに。王様は口下手なカンピよりも口上手でおべっか遣いの部下の話しか聞かなかったの。誰でも自分に対して都合の悪い話よりも都合の良い話を聞きたいもの。カンの王様も例外ではなかったわ。あらら、いつの時代も変わらないね。カンピはカンのために進言しているのにもかかわらず無視され、逆に口上手のおべっか遣いが重要視されている現状を目の当たりにし、次第に極度の人間不信に陥っていくわ。
でもそんな人間不信に陥っていく中でも完備はくじけなかったわ。完備はこの理不尽な現状に対する憤り、そして故郷の艦をそれでも守りたいという気持ちを原動力にして多くの名文を記したわ。その代表的なものが古墳ことよ。で、古墳と、こと？ええ、この古墳ことはまさに完備の最高傑作と呼べるほどの名文なのだけれども、それでも完備の思いは艦王に届くことはなかったわ。そんな完備にもついに転機が訪れたの。お、ついに艦の王様に認められたの？いいえ、王様に認められたのは認められたんだけど、その王様は艦王ではなかったわ。その王様とは当時戦国四柱の最強格であった国、秦国の王様、秦王、せいよ。ええー、秦って艦を滅ぼそうとしてた国じゃん。そうよ。ある時、完備が書いた古墳ごとを秦に持って行った人がいたの。秦王政はたまたま古墳とごとを目にしてひどく感動してこう言ったわ。世はこの者と出会って交流することができれば死んでも心残りはないって。そこまで感激したんだ。その時秦王政に古墳ごとを書いた者が漢の講師である完備だと教えた人物がいたわ。完備と共に重視の下で勉学に励んでいた李氏という人物よ。また人相悪そうな人が出てきた。李氏から古墳ごとを書いた人物が漢にいると教えてもらった秦王政はすかさず漢に軍隊を送り激しく攻め立てたわ。いやいやいや、なんで漢兵のいる漢を攻め立てるの？漢兵を気に入ったんでしょ？弱小国の漢は強国の秦が攻めてきてもとても守りきれるほどの兵も物資も土地もないわ。ふんふん、そりゃそうだ。だから漢は秦にたまらず使者を送ったの。あ、その使者がもしかして？そう、漢兵だったの。秦も使者として漢兵を派遣するよう漢に要求したそうよ。つまり秦王政が漢を攻め立てたのは漢兵を秦に来させるため？そういうことね。人一人のために戦争するとは。何はともあれ漢兵は秦に行って秦王政と謁見したわ。そして漢兵に会うことが念願だった秦王政は彼に会えて非常に喜んだわ。秦王政は漢兵と交流できれば死んでもいいって言ったんでしょ？じゃあ漢兵はついに自分の理解者と会えたんだね。そうね。自分の故郷の国のために検索した時は誰も話を聞いてくれなかったのに、唯一理解してくれた人が自分の国を今にも滅ぼそうとしている国の王様なんて皮肉なものね。秦王政は漢兵と面会して彼をとても気に入ったそうよ。そして漢兵が秦王政と面会していた時が漢兵の人生の絶頂期だったに違いないわ。ん？絶頂期？実は秦王政も漢兵と同じ極度の人間不信だったの。え、ということは？秦王政は漢兵に会えて喜んだのだけれども、人間不信からか漢兵のことを心から信用することができなかったの。そして漢兵と秦王政の信頼関係が築けていないうちに暗躍する人物が出てきたわ。重視の下で漢兵と一緒に勉学に励み、また古墳ことの作者が漢兵だと秦王政に教えた人物、李氏よ。あ、昔の同級生な。李氏は重視の下で漢兵と一緒に勉強していた頃から漢兵にはかなわないと思っていたわ。そんな漢兵が自分の王である秦王政と仲良くなろうとしている。李氏はこのままでは漢兵が自分よりも出世してしまうんじゃないかって内心恐れたの。だから秦王政がまだ完全に漢兵を信用しきっていないうちに、李氏は秦王政にこう言ったの。漢兵は漢の国の公使です。秦よりも漢を優先して考えるでしょう。そんなものを秦に長く留め置いてから返してはいけません。殺してしまうのが第一でございますって。うわぁ。漢兵をまだ信頼しきっていなかった秦王政はこの李氏の懺悔、つまり漢兵を貶めようとする李氏の意見を採用してしまうの。やっと漢兵は自分を分かってくれる人に出会えたと思ったのに。漢兵は牢獄に入れられたわ。そして漢兵はなんとか自分の無実を証明するために
秦王を姓に合わせてくれと懇願するわ。でも李氏はそれを許さず、逆に最後の一手を繰り出したの。最後の一手？李氏は秦王姓が心変わりして、韓非の処刑を取りやめることを危惧したわ。だから韓非に毒薬を渡して、飲むことを勧めたの。うへぇ。韓非は絶望して、その毒薬を飲んでしまったわ。おそらく韓非は、李氏が毒薬を渡してきたということは、もう自分は無実を釈明することができない。だから、今のうちに楽に死んでしまった方がいいと。李氏が情けをかけてくれて、毒薬を自分にくれたと思ったの。早まったこと。無実を釈明できなかったら、ひどい拷問を受け、そして最後には処刑されてしまうことを恐れたのでしょうね。なら、毒を飲んで楽に死んでしまおうと思っても、無理はないわ。韓非はまさか旧友が自分をはめようとしてるなんて、思いもしなかったんだね。しばらくして、李氏の危惧した通り、秦王政は韓非の処刑命令を後悔し、取りやめさせたわ。そしてすぐに赦免の使いの者を、韓非がいた牢獄に送ったの。しかし時すでに遅し、韓非は牢獄の中で息絶えていたわ。紀元前233年のことよ。この3年後、韓非が守りたかった韓も、秦によって滅ぼされるわ。そして残り5国も滅ぼし、紀元前221年、秦王政は天下を統一したわ。秦王政は、皇帝を名乗り、初めの皇帝、始皇帝となり、李氏は上将、今でいう総理大臣に任命されたわ。韓非は吉王将にもめげず、勉学に励み、そしてついに自分の理解者とも呼べる人に出会えたわ。しかし旧友の手によって志半ばで死を選ばざるを得なかった。まさに、悲劇と呼べる人生だったわ。これが、韓非史の作者、韓非よ。なんか、かわいそうな人だったね。よく、死んだ後に評価される人物はいるけれど、生きている間に評価されてしまったばかりに、死んでしまったのだからより悲惨ね。かわいそう。で、どう？何が？今紹介した韓非が、どういった書物を書いたか、気にならない。確かに。じゃあ次はついに、韓非史の紹介だね。その通り。って言いたいところなんだけど。動画の尺的に、これから韓非史の紹介をしていたら、とんでもない時間になってしまうわ。だから、韓非史の紹介は、次回になります。本題に入る前に動画が終わった。というわけで次回の動画は、韓非が書いた韓非史の紹介となります。こんなグダグダな京香ちゃんですが、次回もよろしくお願いします。